ビクトリーひろこのバックパッカーレッツデー、今回のビクトリーひろこのバックパッカーレッツデーは特別編。皆さん、もうモロッコ編はご覧いただけましたでしょうか。実はですね、あの話の後も私話してまして、ちょっとたくさん話しすぎたんですかね、カットされちゃってたんですよ。なので今回は未公開トークを特別にお届けします。題してモロッコ番外編、ご覧ください。皆さんにイメージしてもらおうということで、モロッコについてちょっとご紹介したいと思います。モロッコのお土産、モロッコはあの革製品をよく作っていて、革の、バブーシュっていうスリッパだったりとか、革のお財布とか、こういった革のカバンとか革製品をたくさん作ってお土産で売ってます。私が買ったこの革のカバン、緑色、綺麗でしょう。これですね、なんかこれもですね、まあ、街歩いてたらなんかおじいちゃんのこのお店やってる人に見てって見てってつってすごい声かけられて、でまあ話しかけられて入ったんですけど、でまあこのねカバンは素敵だったからちょっと買ったんですけど、このおじいちゃんがねいろいろ勧め上手で、まあモロッコってアラブ圏なので、こういったアラブ服を着てるんですね、イスラム教で。でまあ女性の方は、まあ、イスラム教ってこう肌を隠すっていうことで目だけ出てるような形なんですけど、なんかそのカバン以外にもいろいろあのこれを着ろみたいな感じになって、すごい勧められるがままに全然買う気なかったんですけど、いろいろ着せられて、なんかこう黒いそのワンピース着て、でなんかこうやって巻くんだって頭とこうね目をこう口のとこにも布巻いてくれて、服を着せてくれたんですけど、で写真撮ってやるっつって撮ってくれたんですけど、あのおじいちゃんとすごい手ぶれがすごくてめちゃくちゃピンポケンしてましたはい、まあ、すごくあの人懐っこい人が多くって、まあ、優しく声かけてくる人もたくさんいる国でした。ビクトリーひろこのバックパッカー列伝、バックナンバーはこちら。チャンネル登録、いいねもお願いします。